あちこち歩いてるんですけど、ここにだいぶ葉桜になった桜があります。そうしたら河津桜ってあります。河津桜は向こうの方でも見てきました。だけどあれです、ちょうどいい状態で咲いてました。ということは同じ河津桜でも場所によってでなくて、その微妙にですね、あの混ざり具合の加減がっていうのは、大島桜と寒緋桜の混ざってんだけど、その混ざったやつと寒緋桜が まだ混ざったりして、そのどっちに近いかですね、大島桜に近いのか寒緋桜に近いのか、その差があるような気がします。だからこれはどっちかというと早くに咲いてるから寒緋桜の血が濃いのか、まあ詳しいことは分からんけど、何かがね、こうです、河津桜。はい、いやいやいや、今日たくさん歩くから望遠レンズ持ってこなかったのね。あの300ミリのやつがね、あの小型のレンズなんだけど、あれ持ってきたらいろいろ撮れたんだけど、面倒だなと思ったら、持ってこなかったら鳥が山ほどいる。はい、そういうことで何かないかなって探してんだけど、ない。何かの花のある方に向かいたいと思ってます。はい。